旧正月のお祝いが続く中国から、新年を機に赤ちゃんパンダがお披露目です。四川省成都のパンダ保護センターで去年誕生した13匹の赤ちゃんパンダ。赤ちゃんたちの親の多くは去年5月の四川大地震を乗り越え出産しました。すくすく育って新しい年を迎えた赤ちゃんたち。これまで一般公開はされていませんでしたが、旧正月の間だけ公開されるということです。